テレビで田中将大と斎藤佑樹の決勝の試合を見て、で始めました。愛知テロカーボーイズです。最後の夏の大会で準決勝だったんですけど、その時に投げさせてもらって0点で抑えると思います。練習見に来て、監督さんが元プロ野球選手だったということで、それがいいなと思って選びました。細かいことをきっちりやって、頭を使ってしっかり一つ一つ勝ち進んでいくことができるチームなので、キャプテンが力強いんで、それにみんなで頑張ってついていって、一個一個しっかりとやることをやって勝てるようなチームだと思います。星野です。